皆さんはこんばんちはです。マスです。今日は別動画で私アクセルブレーキとフットペダルブレーキ、じゃあフットペダルつけたんやけど、どうしても今日車乗る予定ないから社長に付き合ってもらってドライブ行きたいと思います。フットペダルちゃうで、アクセルとブレーキやね。あ、アクセルとブレーキや、フットペダルないや、フットペダルないよ、もともとせや、まあこれは言いながら撮影するのやめてくれね。いや、今からバックしてもらおうから。何回何回でいけるか、うん、ちゃんと進行方向向くか。まあこれはもうちょっとサービス動画みたいな感じやね。動作確認。このコーナー乗り慣れてるからさ、うん、まだうまいことできんじゃん。あ、ちょっと、うん、はい、何回でこの状態、ちょっと何回でいけるか、まあ、撮影用でな、こんなちょっと斜めに。前めっちゃ怖いねんけど、これもう一歩やん。いや、それは自由に、自由で。あ、ストップ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 。熱に弱いな、それな。もうちょっと待って、あ、前そ当たりそうなっちゃう。大丈夫や、ちょっと確認するわ。バリバリしたやん。大丈夫やな。バリバリバリとか言ってほしいで。よっしゃ。あれだ、撮った？いや、分からへん。これはまあ、みんな動画見た人が。よいしょ、ちょっと危ない、危ない、危ない、危ないからシートベルトするわ。いや、捕まるとかちゃうで。そのほら、アクセルペダルがブレーキペダルに引っかかって万が一急発進したときにな。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、俺なんか違うところ。あ、ちょっとちょっと左や、うん、いける前や。これじゃ一応録画しとるからいい。せやな、せやな、頑張るわ。社長殺さんように頑張るわな。大丈夫、シートベルトしやっぱそんなシートベルトって強いもんな。うん、俺でもシートベルトなしで、うん、行ったことある。うん、140〜150キロぐらいで突っ込んだけど、全然ハンドル持ってたら大丈夫やで。何、どうや、ずっとハンドル持ってたけど。そうそうそう、当たる瞬間まで見てるから、もうスローモーションまで見てるから。助手席も一回乗ったことあるんで、ドリフトして、うん、あの一旦停止してる、うんうんうん、車と正面衝突して。なんでな、なんでそんな。まあそれ普通の3点ベルトでよかったで。そうの、うん、4点いらんかった。4点いらんで全然大丈夫。車あのフレームオール取ったけどやばいやん。私あのフルバケ、まあ、カスカデとか、あ、あっちの方行ってみようか、うん、あ、間違えたな。堤防沿い走って行ってみよう。これ曲がろう。ブレーキ踏まれんかった今。危なっ。それな、当たるやろ。当たる。靴のこのヘリが引っかかるやろ。うん、こうも綺麗に一緒になんかグッていけへん感じ。そうやろ。アクセルとブレーキ一緒に踏むやんか、うん、どっちが勝つん。やったことないわ。まあほら、よう間違えて、うん、おー、すごいな。うん、一旦せえへんな。素晴らしい。素晴らしくはない。だからあのブレーキが止まろうとすんねんけど、うん、
逆に言ったら進もうともすんで、どっちが勝つんかなと思って。それは踏んでる強さやな。あ、そういうこと、うん、あ、びっくりした。だミッション車やったら演奏してくれるけど、うん、オートマはあのそうやな、すぐニュートラルに入れなきゃ。あ、ニュートラルに入れんのか。入れたら進めへんやほんまや。でも見て、いや私次洗車するわ。もったかあれは一回一応下げて最後まで。お、シリコン、シリコングリス聞いてちゃう。ちょっとな、ちょっとキャー言えなと初めびっくりしたもんな。キャーほんま女の人の悲鳴みたいやった、うん、あれやばかったな。なんか呪いのなんかな。キャーほんまにそうだ。今日は路地行ってみようか。路地、路地、路地、まあ、まあ日頃走れへんところな。そやな。うんうん、眠たいわ。ペダルで1時間以上もかかったら。あれはちょっと動かんと無理やわ。正直言っていい、うん、よう撮ってたなと思う。同じ体勢やで私。ほら、そこで衝撃ロックが開始しようね。こういう感じや。窓開けとったら飛び出てるから、ね、危ないやろな。これ、うん、俺があの両面テープの上に両面テープつけたから。あかんかった。うん、あれもウインカーもだいぶもう水入ってきてる。そのうちあのなんかボウフラとかすんのちゃう。水たまってボウフラが住めるで。住めへんわ。住まへん。あ、43通ってな。で電報の方から帰ってこいや、うん、こっから、うん、えんちゃん。何でもええで。何でもええで。なんでそんなん言う。だからアクセルとブレーキ、その踏んだままどっかバーン突っ込んでくれへんかったら大丈夫。危ない。それのテストやで。こんなでかいもん。ほんま、うん、やっぱ慣れるまでちょっと危ない。びっくりした。犬にびっくりした。今慣れるまで時間かかんねえな。今はあれやで、時代が変わってんねえで。なんで歩行者は、うん、犬を散歩してる人の犬を避けてあるからか。お犬様みたいな感じ。お犬様ってあれ何やったかな、北斗の拳か。犬に逆らったら殺されるで。マジ。そうそう、お犬様。え、それめっちゃ怖いな。だからあの散歩してな、うん、紐長くしてな、道いっぱい広がって、うん、2匹も3匹もしてるやんか。こっちがよけなかねん。うん、犬引いたらあかんねで。ちゃんと犬をよけて犬がどいてくれるのを待ってな。で犬ってあの見えへんねやんか、下で。ああ、見えへん。ハト餌やっててもうほら、ハトとか鳥とかほら、ああ見えへんから避けてるかどうか分かれへん。あれと一緒で犬も下に行ったら見えへんねやんか。見えへんな。ほんだら分かれへんやん。確かに分からんかもしらん、うん、それやな。そう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 。だからお犬様、お犬様。犬引いたらあかんねん。いや、引いたらあかんで。それは引いたらあかんけど、お犬様な。あの車乗ってる人は道路を整備するためにちゃんと重量税払ってる、うん、あ、そう、重量税ってそれやった。でも歩行者と、うん、歩行者とお犬様は重量税を払ってないわけ。そうだね。あのどっちが優先かはまあその分かるはずや。まあ負担かけてないわけでも、まあまあでも車が一番負担かけてるやん、道路に。いや、はっきり言うで、うん、あっちの散歩してるやつがその邪魔やからどけいう感じやん。お前ら、お前ら、お前らが避けろよ。じゃあちょ、絶対そこやん。で、あれ後ろから撮ったったらええと思うね。道広がっていっぱいで車通られへん。うん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 、それはあれやろ な。あ、やばい、作ったダンボール。ごめん、ダンボット。これさ、前いっかってありがとうしながらな、避けたタンクってさ、ハンドル回すやんか、ね、うん、腕の方で折れるかと思った。びっくりした。じゃあお前爪楊枝取ろうとして事故したやつもんねんから。怖いよなこれ。なんでここにしたんやろ、聞きたいわ。それだけちょっと嫌やわこれ。じゃあ昔の人の考えは、うん、一番便利なところにつけるわけ。あ、
で今は危ないから、どんくさいやんか、そういう人ばっかりおりやん、どんくさいから、ごめん、どんくさい人がな事故のせえへんようにこっちとかになってる、そうそうそう、不便なとこについてるだけ、うん、言えてる、どんくさいわ、そうそうそう、ごめん社長、そうそう、もう認めない、昔の人は器用やからパッとそのハンドル曲がりながらでもそのな、シュッシュッって合間にするやんか、うん、今の人はどんくさいから手入れたままその押すまで手離せへん、そんなあり、うん、まあ、時代が変わってきたよ、こうやって痛かった、看板見れるやん、隣のほら事故、隣の事故 あそこやん、見えてる、あれあれよな、看板ないよ、じゃあじゃあないよ、黄色の看板ないよ、やっぱやってないんちゃう、こっちでは、そうやな、うん、多分まあ、生徒おれへんから、うん、家賃の安いところに移動してきたんかな、ほうじゃ眠くなるわ、おもろかったな、でもな、挨拶はせえへんわ言うた、あ、家主が言った通りやみたいな、ここは邪魔するやつがおるみたいな、だから商売でけになるみたいな、うん、おもろいな、おもろいな、辞めるときやっぱり俺が邪魔やから商売がうまいことできへんかってんなって言うねやろな、まあな、でも今めっちゃ気をつけてるやん、まあ隣の介護の、ああ、もっとね、うん、介護のやつらはそう言うて去っていったみたいけどな、やっぱり2店舗やったんじゃなくて、あかんから変わったやん、まあそうちゃう、うん、多分そっちやろちゃう、まあ知らん、商売がうまいことできへん、俺のせい、全部俺のせいやってみや社長もな、いいとばっちりやけどな、まあ俺は場所が悪いと思うけどな、あそこ入ったとこだけな、なんかスーパーもありやん、うちの近くに あるある、あそこもちょいちょい買わんもんな、うん、なんでなんやろあれ、ほんまになんかこう一箇所だけ店舗入ったら絶対変わるとこあるやん、場所が悪いとこあるよ、やっぱりやっぱあるんかな、多分建物の水回りとか、うん、そういうまあそういうのあると思うね、なんか肝に引っかかってるとか、ああそういうことな、うん、あるんやろな、なんかな、今日晩ご飯何食べよう、なんでもええよ別に、よくないよ最近お菓子パクパクってか絶対超えてくるで、今日だけやって、ほんでまたあのほら動画でもあるようにメロンパンくれてるやんな、ほらもうびっくりすんねん、これ一人でやってんねんの私、これメロンパン、うん、もらったらもらっただけ食べてやで、あんなさ、でもほんま顔のサイズあるぐらいのメロンパン2個食べたもんな、そうやろ、うん、しかも一気に、私何食べた、いちごと紅茶、うん、美味しかったわ、これは普通のメロンパンとチョコやからな、そう美味しかったわ、あれな、これ美味しかったで、めっちゃふかふかやったし、あれな、俺美味しかった、パリパリやってな、メロンパンだけ裏に毎週来てね、そうやな、一回も食べたな、でも一個言っていい、私、うん、メロンパンやのにイチゴっておもろいでな、まあ、今メロンパンちゃう、ほらあのあれイチゴ流行ってるから作ったんかな、そのうん、イチゴも容器作ってるからやっぱ容器量があるやん、あーそうやな、そうやな、メロンパンイチゴってちょっと笑ったな、あとからおもろかったわ、あれは最近もう私ポポス入ってからもう初体験のことばっかりしてるわ、なんで、え、だって一緒ちゃうな、あれやん、封印行ったやん、はい、あれも初体験やろ、早速交換したも初体験やろドラレコ落ちんのも初体験やしなお前な、いろいろ初体験してる、面白いわ、いいことやな、遅かった、隣のおっさんが突っかかってくるのもあれ私知らない、事故の隣のおっさんが突っかかってくるのも見たも初体験やろ、せやな、びっくりしたもん、あの言いがかり、ちょっと映しとったほうがいいよっしゃ、いけたじゃらん、まあちょっと引っかかったけどこんな感じ、これいけちゃう、これうん、どうしよう、いや
ちゃんとこれ剥がしてやったらいけるわ。ほんま？これちょっと抜いてみ。分かった。剥がすわ。うん、これ剥がして、うん、もう一個ちゃんと新しいやつ貼ったらいけるわ。こっちはどうも腫れてるもん、ほら。な。うまいな。そうするわ。せやな。うん。せやな、そういうことやな。もう次の動画これにする？さすがに。いや、それを貼って、次の動画は落ちてるか落ちてないかから伝って。せやな、そうするわ。よいしょ。え、今貼んの？もう次でいいの？ええ、うん。ええや。まず次のさきちゃんちゅうので。うん、あれ落ちてるかもしれないかね。まあペダルが外れてないか、でもペダルが外れてないかとか、知らんで、ほんまそんなこと。引っかかって前ぐちゃーから入ってるとか。言い過ぎやわ。前ぐちゃやったらデートは無理やな。うん、隣の軸映るでいいか、大丈夫か大丈夫か。さあ今日はこんな感じでミラジーノさんとアクセルとブレーキペダルをつけていったので試乗してきました。うん、大丈夫やったことやな。いい、まあ、無事に帰ってきたいことや。社長、え、そうやろ。でも引っかかるやろ、やっぱり。だから靴変えたら絶対要注意。うまいな。一番はもう裸足がいいと思う、運転するときは。裸足で運転してみんな。どうやって閉めたらいい、こんなもんわからんで。まあよかったら皆さんいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。